はい、皆さんおはようございます。ねえ、ちょっとね、この間の、苗場の方に行っててね、で、ゴルフやったんですよ。でも、なんかさ、ちょうどまだね、向こうは桜が咲いてる時期でね、それで一日ね、まあ一日目はちょっと雨だったんでね、行けなかったんだけど、二日目に行きましたら、やっぱり、ちょっとね、僕花粉症の薬があってね、薬持ってなかったんだけど、ね、ちょっと花粉症かぶっちゃってね、ちょっと声が枯れたりしてますけども、まあご勘弁いただきたいなと思うんですけども。今日もね、質問にお答えさせていただきますけども、哲也岩田さんかな、うん、いつも拝聴させていただいてます。うん、ありがとうございます。質問というか、動画のネタで、うん、なぜ富裕層は妬まれているのか妬まれているかね、うん、富裕層と貧困層の意識の違い、富裕層、貧困層の相違点、世の中の貢献度意識、買い取り巻く環境、取り巻くだろうな、買い取りになってるよ取り巻く環境、等の解説をしていただければありがたいです。再生数伸びると思います。伸びるかなまあ僕のこのね、チャンネルを見てる方は、比較的富裕層の人多いね。個別相談に来る方もみんな、富裕層の人ばかりですよ。そうするとね、楽しいんだよね。まあ、この貧困層っていうのはさ、まあ、ね、ちょっと、ね、申し上げにくい、あれなんだけどさ、例えばだよ、富裕層の人ってさ、物事積極的に考えるわね。それでさらにさ、人のせいにしないじゃん。うん、だから、なんか、責任自分論っぽい人。まあ僕もそうだよね。責任自分論。ね。結構いろいろ失敗したりしてね、非難されますけども。まあしょうがない。自分でやったことだから、ね。いろんな形で解決してたわけないんだけども。まあよくね、僕はこうやって、この間もね、そのヨットの件で騙された話とかさ、ね、ラーメン屋さんに騙された話とかね、ね、助けてあげて、金貸したやつからね、恨まれたりして。そういうことを結構ね、経験則上あるんだけども、まあ、そんなになんとかな、こう、なんとかな、こう、自分の中ではさ、大したことないわけだよね。だから、なんとなくそれで自分が解決できちゃう感じなわけじゃない？ところがさ、やっぱりそうじゃない人ってね、この、人のせいに何でもするよね。まあ、こうやって、今回もそうだけどさ、ね。ね、面白いよね。その、なんかさ、全部人のせいなんだよ。で、強いて言えば、ね、その、まあ、今回ね、函館の、やつにね、金貸してやってさ、助けてやったのに、もうむちゃくちゃなこと言ってくるんだよな、裁判で。で、それをさ、なんか裁判所の方で真に受けちゃったりするんだよ。まあ、ひどい目見ましたよ。だけど、ね、そういう人ってさ、どうなんだろうね。そのうちね、誰でも死んでいくんだろうけど、まあ、その時に、どういうふうなことを思ってね、死んでいくのかなって思いますよ。ね、ラーメン屋さんのね、ケイさんもそうだけどさ、あんだけ人騙してね、で、置いてね、で、平然とね、本かなんか書いちゃってさ、それ嘘ばっかのね、本書いて。で、それで、さらにはね、また、FC、展開やってね。で、また、その中には多分被害者が出てくるんだろうけども。まあそういう中でさ、平気でいられるっていうさ、精神状況ね。やっぱり、死ぬ時にどう思うんだろうね。まあ思わないんだろうな。だからそういうやつなんだろうな。うん、っていうのは、なんかね、貧困層、そういう人ですよ。要するに、例えばさ、自分がお金に困ったから、ね、強盗やっちゃったりね。お金に困ってるから、例の闇バイトみたいなね、人に迷惑かけてって言うんだけど、今この時代さ、お金に困ったら働けばいいんじゃないの？仕事なんでもあるじゃない。ね、だから、それをせずしてさ、だって、今、人手不足って言われてる中でだよ。働けばね、まして最低時給みたいなの決まっちゃってるからさ、働けばちゃんとお金になるのに、なんか知らないけど、その、お金がないから、ね、強盗やってみたりするわけでしょ？で、それさ、僕は、甘いんだろうなと思うんだよね。要するに、自分の考え方が甘いから貧困層になってるわけでしょ？だから、
それをね、なんか、何でもこう、社会のせい、人のせい、ね、親のせい、ね、とか、下手すんとさ、先祖のせいとか、バカなこと言うやついるじゃんさ。で、それをまたね、また、なんとの、そういうやつに限ってさ、ね、そういうなんか占い師みたいなの引っかかってね、結局また金巻き上げられちゃってさ、さらにドツボにはまるみたいなね、人いっぱいいるわけでしょ。だから、僕はね、人ってのはね、意識で物事変わると思ってるわけだよね。だから、人間ってさ、その潜在意識でできてんだよね。だから、さ、この、いつもいつも生活の中でさ、こうインプットされたものが、ずっと頭の中に残ってるわけだよね。で、無駄な情報はどん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 表に出ちゃうんだけど、最終的に必要な情報っていうのは頭の中に残ってるわけじゃない。で、僕もこうやって人の前でこうやってね、喋ったりさ、まあ、最近おかげさまでまたね、外の講演が始まったんだけど、まあ、その時にさ、喋りながらさ、いろんな引き出しからいろんな情報が出てくるんだよね。まあ、最近ちょっとボケてきてるかもしれないけど、一応はね、過去の経験的なものが出てきてるわけね。で、それってさ、入ってるから出てくるんであって、入ってなかったら出てこないじゃん。で、どちらかというと、貧困の人ってさ、貧困層の人って、まあそう言っちゃなんだけど、情報も少ないよね。だから、なんとかな、情報量多くて、貧困な人ってさ、今度逆に言うと、インプットされたものが、悪い方向に行っちゃう人だよ。だから、ね、いつもいつもさ、なんかこう、なんとかな、こう斜めで人見てみたりね、真剣に物事考えなかったりね、で、ね、言う人たちっているじゃないですか。で、そういう人ってのは、やっぱり、自分の、その、なんとの、自分の情報を活用するんじゃなくて、人のね、悪いところの情報を入れて悪く言う人。わかるかな？そういう人って大体貧困だよね。せっかくね、いい大学出てもさ、それを活用できない人っているじゃない。で、そうすると、ね、いつも、なんか、ね、例えば、優秀な大学出た人たちがね、いるじゃん。で、それでさ、肩やこっちがどん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 ね、積み重ねて、ね、少しは出世したりなんかして。だけどこっちはさ、ね、同じ大学出て、ね、下手するとこいつより成績が良かったはずなのに、なんで俺はこんなんだ、みたいなことになってくるわけだよね。そうすると妬むんですよ。だから、そういう妬むやつってさ、やっぱり、いるんだよね。で、それはやっぱりさ、ね、富裕層と貧困層ってことじゃなくて、同じ会社の中でもさ、ね、いるじゃん、そういう人。で、そういう人ってどっちかっていうと貧困になっちゃうよね。で、あとは、ね、そういうやつに限ってさ、ね、ほら、周りで、ね、こう、少しね、資金に、お金に余裕がある人がさ、家を買いました。そうすると、ね、あいつも買ったんだから俺も買おうみたいな。生活感全然違うのにさ、家買っちゃってね、背伸びしちゃって、で、住宅ローンで破綻してしまうという人もいるよね。あとはほら、なんか、こう見てるとさ、Facebook とかね、ああいうとこで、なんか今日はこんなもの食べました、あんなもの食べましたって言う人いるけどさ、実際この人、本当にそういう生活してんのかなって見ればわかるよね。なんか背伸びしちゃってる人いるじゃん。で、その背伸びして生きている人って、大体、やっぱりさ、貧困な人だよね。で、そうすると、やっぱり普通になんか、ね、僕たちが普通にやってることも、ね、なんか、背伸びした位置でさ、物事考えながらね、結局心の中で非難してたりするわけだよね。でも自分もそういう風になりたいと思うから、なんか背伸びしていろんな、ね、レストラン行ってみたりしてさ、やってたりね、あと着るものだってね、なんかレンタルでね、いろいろ使い回したりさ、しながらね、お金持ちぼってる人いるけど、見ればわかるよね。だそういうような、なんていうかな、これいつもね、僕講演でも話するんだけど、貧乏な人ってさ、努力すれば貧乏から脱却できるんだけど、貧乏人根性って治んないんですよ。だから、まず根性を治さないとね、ダメなはずなんだけど、もうずっと刷り込まれちゃった貧乏人根性がさ、やっぱり、通じちゃう人って、
ね、直すにはさ、ね、その倍時間かかっちゃうかもしれないよね。そうじゃんだって、ね、あの、なんか間違えた方向にこう、指じゃんさ、ね、僕なんかもよく道間違えるけどさ、間違えると、あ、しまった引き返すにはさ、行った分戻んないといけないわけじゃん。で、人間そういうのと一緒でね、やっぱり方向性間違えちゃうとさ、行った方向性がね、すごい間違えちゃったとすると、戻るのに時間かかんじゃんさ。ね。だったら逆に、その、パツッと捨てちゃって、新しいような生き方すりゃいいんじゃないかなと思うよね。ね、そうすると、まあ、世の中の見方変わってくるのかなと思うよね。まあ、僕なんかも結構ね、若い頃は、苦労しましたよ。うん。で、今は、なんとなくね、普通よりはちょっといいくらい。まあ、生活させられてる、ね、させていただいてるけど。まあ、こんな話するとさ、なんかね、嫌な気持ちになったらチャンネル登録外すんだよ。あ、今日、ね、この話を聞いてチャンネル登録外そうと思った人は、ね、外さない方がいいよ。って言っとかないと、100人くらいいなくなるんだよ。こういう話するとさ。嫌な世の中だね。うん、ということで、まあ、ね、あとほら、取り巻く環境ね。時間いいかな？あ、取り巻く環境。昔ね、僕はまあ、前職の会社でね、文化的な、ね、事業も、ね、やってたんだけど、その時に、まあ、陶芸家の人たちを、ね、呼んでギャラリーをやってもらったんでね。で、それで、たまたま僕は、せっかくだからっていうんで、誘われて、そこの陶芸教室入ったんですよ。何年くらいあったかな。だから結構作品ね、うちの三崎子くらいにも僕の作った皿とかたまに出ますけど、陶芸教室やったんですよ。で、ここはすごくわかりやすい。ね、すごいお金持ちの人がいるのよ。ね、グループとしているわけじゃん。で、もう一つは、ね、なんか生活のために、なんとなくちまちま物作って、ね、生活の、足しにしようみたいな考えの人がいるわけよね。二極化じゃん。ね、それで、このお金持ってる人たちっていうのは結構気使うんだよね。で、まあ、僕も今すごい気使う時あるんだよね。っていうのは、ほら、例えば、ね、じゃあ帰りになんか美味しいもの食べましょうよって言った時に、ね、片やこっちの人はさ、なんか料亭とか、そういうさ、俺なんかもよくね、誘われて行きましたけど、ね、料亭とかさ、その、ちょっと高級割烹とか、そういうとこにさ、そこからタクシー乗ってね、もう、永遠とね、行っちゃう人たちなんだよね。で、まあ、僕はたまたま車で行ってたから、ね、都合よくね、くらさ、ね、ぜひ、帰り一緒にご飯食べませんかみたいになって、で、僕は運転して、ね、僕は飲まないで、皆さん、ね、楽しんでいただいて、で、送り迎えさせていただいたりね、して、まあ、それでも自分も楽しむんだね。で、かたやこっち側の人たちは、それ誘っちゃうとさ、いや、もう結構ですってね、必ず言うわけじゃん。だから、誘わなくなるよね、当然だけど。だけどさ、今度全体でね、その、忘年会とかさ、やるわけよ。で、そうすると、その、どうしても、全員参加みたいなところで、こう安っぽい居酒屋、ね、とか、安っぽいお蕎麦屋さんとか、そういうところでやるのよ。で、僕もちょっと、いや、どうかなと思ったんだけど、まあ、しょうがないね。全体の忘年会だからっていうんで、行ったのね。そしたらやっぱこの、ね、お金持ちの人たちは、いや、これさ、後でね、みんなで食事行くから、ね、ちょっとここはね、少し控えめに食べて帰りましょうみたいになってさ。それで、ね、なんとなくこう、そんなに手つけずに、ね、酒だけ飲んでね、で、ね、出て、じゃあ、お開きになったら、みんなで、また、お金持ちの人たちが、ね、集まって、ね、2、3人でさ、タクシーで、ね、ちゃんとした店に行くみたいな、そういうね、ところでなんか、分かれんのよ、自然に。うん、だから、ね、まあ、不動産投資でもさ、昔ね、サラリーマン屋さんみたいな人がいて、ね、成功する人と、まあそうでもない人がいるわね。で、そうでもない人って、やっぱりさ、なんていうのかな、なんとなくめんどくさいのよ。うん。で、結局ね、自分で、リフォームするとか言ってさ、それで、結局、ね、入居者がもう契約してるのにさ、間に合わなくてね、大トラブルになってね、結局、
契約がキャンセルになっちゃったりとかさ、する人いるのよ。でもそういうのってさ、本当僕たち間に入ってね、疲れるんだよね。で、その、だからさ、なるべくそういう人と付き合わないように、せざるを得ないんですよ。っていうのが、まあ正直な話かな。だから、逆に言うと、ね、今はもう本当に皆さん、富裕層の人ばっかり、とお付き合いしてて、ね、たまにはね、飯も食いましょうとかさ、ね、よかったら今度ね、こっち来てくださいよとか、いう話になって、で、楽しくね、付き合える。で、まあ、それで、まあ、経済問題でさ、お金の問題って揉めないじゃない。うん。で、なんならね、僕なんか、ね、たまには、うん、いや、いいですよ、今日も僕はご馳走しますよ、みたいなね、話になってきたりさ、ね、いや、そっちは恐縮ですとか言ってね、で、まあ、割り勘したりすることもあるけれども、だけど、みんななんか気持ちよくね、楽しく過ごせるっていう。まあ、ここがやっぱり、その、いい場所じゃないの？いい場所としてね。うん。だから、意外にその、まあ、僕の知ってる富裕層の人たちっていうのは、やっぱり、自分でちゃんと自分の環境を作ってるよね。それで、お互いに義務とかも感じない感じ。だから、権利もね、言わないよね。なんとなくそういうさ、なんか、ファジーな環境を自分たちで楽しく作り上げるっていうのが、やっぱ富裕層の人たちじゃないかなと思うね。だからまあ、あとはまあ貧困層の人ってやっぱり、結構近づいてくんじゃんさ。そうするとやっぱり見抜いちゃうよね。そうすると、ちょっとごめんねってなっちゃうわけじゃん。だから、やっぱりさっき言ったように、どっかの段階でね、その貧乏人根性を捨てて、ね、僕なんかも若い時って結構、ね、悲観的なね、物事を考える思考回路が、まあ高校時代くらいまであったかな。だけど、まあ自分で事業やって、ね、ダメージ受けた時に、やっぱり人間、物事って考え方変わるよね。今まではね、その、学歴みたいなことにね、コンプレックス持ってたりしてたけど、まあ事業とかって成功してくると、学歴なんて全然関係ねえじゃんってことが分かってきたから、意外になんとかな、気楽に過ごしてるのが、まあ、富裕層の人じゃないの？別に、富裕層の人って別にね、優秀な大学出た人ってそんなにいないよ。中にはいるけどね、そんなにいないですよ。大体僕みたいなこんな感じのやつが結構多いんじゃないかなと思いますね。まあ参考になったかどうかわかりませんけども。まあ、ぜひね、参考にしていただければいいんじゃないかなと思います。なんだこれ、全然なんかね、質問に答えてないかもしれないけど、まあね、今日の金言は、あれじゃないですか。ね、やっぱり、いつもね、セミナーで話しますけど、貧乏っちゃ脱却できるけどね、貧乏人根性脱却するの結構大変よ。っていうところが、ミソじゃないかなと思います。ということで、また、チャンネル登録したい人は、チャンネル登録していただいて、いいね押していただいて、それでコメント、また質問があればコメント欄にご質問の方をお願いしたいと思います。それではまた。